マイケル・ウォルツァーマイケル・ウォルツァーは、アメリカ合衆国の政治哲学者、プリンストン高等研究所教授、ニューヨーク生まれ、ブランダイス大学卒業後、ケンブリッジ大学留学を経て、1961年にハーバード大学から博士号を取得、プリンストン大学、ハーバード大学で教弁を取り、1980年から現職、マイケル・サンデルやチャールズ・テイラー等と共に、 コミュニタリアニズムの一人とされる、リベラルサ派の論客として知られるが、アメリカ同時多発テロ事件以後のブッシュ政権の対テロ戦争を支持した。また、聖戦論の復活によって、1970年代に正しい戦争の要件やルールを考察した著書、正しい戦争と不正な戦争が注目されている。山口明役、義務に関する11の指論。 不服従、戦争、市民性、萩原義久寛役、正しい戦争と、不正な戦争、山口明役、正義の良文、多元性と平等の用語、荒井正造役、でエジプトと解放の政治学、大川正彦、川本隆史役、解釈としての社会批判、暮らしに根ざした、批判の流儀、小重田博役、アメリカ人であるとはどういうことか、 歴史的自己政策の試み、足川進大川雅彦役、道徳の厚みと広がり、我々はどこまで他者の声を聞き取ることができるか大川雅彦役、寛容について、駒村敬吾、鈴木雅彦、松本正和役、戦争を論ずる、聖戦のモラルリアリティ斎藤淳一、谷沢正嗣、和田大一役、政治と常年、より平等なリベラリズムへ、 政治的に考える、マイケル・ウォルツァー論集、萩原義久、斉藤淳一寛役、風業者、2012年、解放のパラドックス、世俗革命の宗教的反革命、萩原義久寛役、風業者、2016年、佐々木武史、辻康夫、向山京一役、マルチカルチュラリズム石田敦史、落としを向山京一、佐々木博史、 高橋康弘役、グローバルな市民社会に向かって、ありがとうございます。